4月16日、愛媛県小学生ソフトテニス選手権大会が開かれ、笹山ジュニアソフトテニスクラブの4ペアが大活躍しました。この大会は四国大会、全国大会の予選も兼ねて開かれている大会で、今年度は県内のクラブから男子22ペア、女子34ペアが参加しました。男子の部では一本松賞の青木選手が4位で全国大会への出場を決めたほか、女子の部では岡崎・木下ペアが2位で同じく全国へ、また岡田・吉見ペアが6位に、岡原・わらび岡ペアが7位に入賞して四国大会への出場を決めました。最後の試合の時にちょっと 焦ってしまったので、2位になったのでちょっと悔しかったです。予選で1勝ができたらいいと思うので、ペアとちゃんと話し合って1勝できるように頑張ります。ペアと協力したり声を掛け合ったりして1試合でも勝てるように頑張りたいと思います。楽しむっていうのを目標にしてたけど、ベスト8の中に入れたので嬉しいなと思いました。四国大会に出れるとは思ってなくて、でも協力し合って7位まで記録を更新できたので嬉しかったです。去年は大会がなかったので今年開催されることに感謝して、私は1勝でも多く、勝ちたいです。これから中学生でも高校生でもしっかり練習をして、社会人になってプロを目指したいです。四国大会は7月16日から徳島市で、全国大会は7月28日から秋田県で開かれる予定で、選手らの活躍が期待されます。ただいま笹山ジュニアではクラブメンバーを募集しています。みんなも一緒に僕たちと楽しくテニスをしましょう。イエーイ